んにちは。ウィークエンドケアの時間です。今回も郡山、いわき、青森、八戸、盛岡、仙台、タウン形成外科クリニックの石原先生にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。クリニックに寄せられた美容医療に関する疑問・質問の中から石原先生にお答えいただきます。はい、わかりました。それでは50代女性自営業の方からの質問です。若い頃は日焼けをしても問題なかったのですが、年を取ってからは首元に盛り上がったイボのようなシミができるようになりました。レーザー治療で取れますか、という質問です。はい、首元というのはですね、やっぱり常に結構外に出てるというか紫外線が当たりやすいところですので、でまた日焼け止めもあまり塗らないのでね、紫外線によってシミができやすい場所でもあります。で特にこの方のようにちょっと盛り上がったようなイボって結構たくさんできる方いるんですね。これスキンタグっていう言い方をするんですけども、実は、イボの先端がですね、まあタグっていうぐらい盛り上がはみ出てるような形になってるんですが、茎のような根元みたいなのがあるものですから、通常のレーザーですとなかなか取り切れないんですね。ですから、手術ではないですが、いわゆる電気メスのようなもので取るんですね。ただ電気メスだとやっぱり痛みが強いので、一つずつ局所麻酔をしながらやっていきます。でアフターケアはシミのレーザー治療と同じですので、そのあたりは専門医ときちんとご相談の上治療を選択するといいと思いますね。先生ありがとうございました。